はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです、スターフォースポケットをやっていきたいと思います。はい、何です？はい、肩のジャック、前回、WBC タフを取ることができました。SWBC になかなか僅差でしたけど、内容は良かったんで、 SWBC にそろそろ挑戦させるか、それともっといいレース、別 OS で出せるか。キングジョージあるんですけど、キングジョージはもう取ってるんですよね。もう13勝してて1万枚をようやく突破した。というわけで、ここは、SWBC 行きたいと思います。4週ぐらい放牧させ、調教させてから挑戦ですね。おっと、松茸成長促進させるよ。行ってみよう。さあ、お、これは何の調教だろう。マルペンサですね。人参ですね。さてと、そろそろですかね。ベスト体重が484キロ。大根ですね。大根ってことは、出してみましょう。あと2時間弱ですね。18時から出走予定です。勝てば5000枚です。でジョッキーですけど、竹田が乗ってくれない可能性はかなり高いですね。岡部さんにしましょう。さあ、これで レースを楽しみにしましょう。まあ、ではまた後で。はい、
こちら、SWBC の結果が出ましたね。では、観戦をしたいと思います。5番人気か。最低人気ですね。まあ、ただし、20番で1つついてます。これで能力の減退がどれぐらい起こるのかですよね。さあ、スタートです。そして空間を越えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。さあ、どこまでやれるかな。さあ、いよいよスタートです。起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップ、まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは6番オルコックアラビアンが先頭に立ちました。そして2番手に9番ヘロド、ゴドルフィンバルブがその後ろ、そのうちからはエクリプス、12番デノパンドラ、それから4番マッテム、11番スペシャルボールド、その後ろでやりましょうか。3番シャルマントベリア、それからラーレアラビアン、もう1頭メイプルホワイト、差が開いて7番マイアリーターク、そしてしんがりから肩のジャックという展開です。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。ここ数走は無理をせず G1 に出して消耗度を抑えながらコインを稼いできた。なのでこのクラスになるとかなりの格上調整に見えますね。クリゲの馬体スペシャルボールド、内から1頭シャルマンロベリア、2番ラーレアラビアン、外を通りましてメイプルホワイト、さあトンネルを抜けてあとは直線勝負を残す伸びであります。メイプルホワイトはまだ後方、メイプルホワイトピンチ、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。オルコックアラビアンが抜け出した。先頭デッドとオルコックアラビアン、パタノジャックも追い込んできた。一番内オルコックアラビアンが頑張っている。オルコックアラビアン先頭、ピンクの帽子スペシャルボールド先頭だ。エクリプス懸命に追う、粘っている。スペシャルボールド2着ラーレアラビアン。エクリプスがいいのか。よく頑張った。えらいぞ。1着11番、2着2番、3着1番以上のように確定しました。
5着でしたね。出走したユーザー馬の中では、5頭中 3番目ですね。やっぱりまだまだ、このクラスだと割に合わないなっていうのはあります。